人中条約締結時の集合写真。正面右の卓上に右肘をついている人物が、ポール・ボウである。ポール・ボウは、フランスの外交官、政治家。ギワダ団事件における新国との講和交渉に、フランス全権として赴く。1902年から1908年まで、フランス領インドシナ総督を務めた。それまでの植民地経営を転換し、行政組織の変革。 インフラ投資を行った。1911年から中水ス,ス大使。第一次世界大戦の戦後処理交渉でもフランス代表として意見を述べた。ジャンバティスト・ポール・ボーはシャラント・マリティーム県メディス出身の遠洋航路船の船長を父とし、ボルドーに生まれる。法律を学び、資格を取得した。1880年5月にフランス外務省の官房に、 配属認可されて、ポール・ボーの外交キャリアが始まった。この、配属認可、アタシェヨーター・イーズは、正式の資格を持って、外務省の職員になったのではなく、彼に、外務省官房による認証が降りて職員になった、ことを意味する。当時は、シャルルド・フレシネが首相であった。フレシネは、恩恵な共和主義者であった。フレシネの指示により、若き配属職員、 ポール・ボーの一連の出世に利便が図られた。当初ポール・ボーは中央行政か内閣官房で働き、この時期の見事な働きぶりのおかげで、見かけ以上に政治的な指導力があることを示すことができた。1883年の初めにジュール・フェリーが首相になると、ボーはシャルマン・ラクール外相の官房に配属人可職員として再任される。同年11月に、 フェリーが外交問題の指揮を取った時には、配属アタシェイの肩書きを得た。1887年6月、エミール・フルーラン外相のもとで昇進し、アタシェイペイとなった。1888年12月28日に、ローマのクイリナーレグーの三島秘書官の候補として、名前が上がり、外交官になる道筋が立ったが、この予定は少々延期された。 結局1889年7月に学士院の職員としてポール・ボーはパリへ戻り、1891年4月にフレシネの新内閣の下で外相を務めるアレクサンドル・リボーの官房に入った。1892年11月、外相の政務室長となり、1893年2月には二等秘書官となった。 ガブリエル・アノトが1894年5月31日に外省に就任してからはさらなる昇進の機会を得た。1895年11月1日に政府が加解するまで外務省の長官補佐に就任した。後に最も信頼の厚い声優の一人となるレオン・ブルジョアが外務にあたることになり、この時の1896年4から5月、 ポール・ボーは一時的に外務省の長官となった。その一方で、ボーは前年までに常設研修委員会、コミッションパーミネンテ10ステージの一員となっていた。この委員会は第三共和制において初めて設置されたものであり、外交官の質の確保を目的として、外交官候補に成果を互いに競わせるものである。この委員会は誰を加入させて、 誰を加入させないかを決定する決定機関となり得たため、ある種のコープトシーンとして生き残っていた。コープトシーンとは現会員が新規会員を指名する組織のことを指す。某はこの委員会に1900年4月まで参加したが、自分の考えを新しく入れるようなことなく今まで通りの基準で外交官を選んだ。確かに、共和制が確立するに従って、 新しい団体が現れていた。全時代の保守的貴族階級の富裕層から、共和思想を受け継いだ、専門職階層こそが、ポールボーを排出した階層である。テオフィル・デルカッセの階相就任時の1898年7月、秘書局の人事課課長に任命されたが、1901年3月に、外務省の指示を得て、ポールボーは、外務畑に戻った。 中国1900年6月から8月の間、大新帝国の首都北京で、ギワダン事件が勃発。事件発生当時の中心国フランス大使、ステファン・ピションを引き継いで、ポール・ボーは、フランスの全権特使として、新国へ派遣された。彼はまた、ギワダン事件を最終的に解決させるための賠償交渉時にも、フランスを代表して、ことにあたり、 この目的は1901年9月7日に新国と欧米列強とが友好的な関係を正式に再開させるための条約が調印されるに至って達成された。この条約で新国は4億5000万両もの膨大な賠償金の支払いを準備することとなった。賠償金のうち2億6500万両がフランスの取り分である。また、新国はこれ以来、 外国勢力の支配下に置かれる外交特区の創設を認めることともなった。この特区の中において外国の軍隊は防衛力を恒久的に維持する権利まで有し、また特区内を排他的に支配することも認められた。この日を境に中国が欧米列強及び日本により分割されることが現実味を帯びてきた。ポール・ボーは この新国との交渉の後の1902年7月にフランスに帰国した。インドシナ総督、ドゥメール橋はハノイの都市化の象徴となった。21世紀現在はロンビエン橋と名前を変えて残っている。ハノイの総督府宮殿当時の外相、テオフィル・デルカッセは植民地において自分の意のままに働く総督を望み、デルカッセの指示を受けて1902年10月。 ポール・ボウは、フランス領インドシナ総督に任命された。ボウが、フランス領インドシナに到着した1903年2月28日は、前総督、ポール・ドゥメールの名前を冠した、ハノイのドゥメール教開通の日でもあった。聖安市定人席の下、二人の総督は、たくさんの群衆を前に物々しく振る舞い、このフランス植民地の傑作は見る者を魅了したと、 当時の新聞記者は伝えている。1901年に近々発足する新しい総督府の面々が会合を持った。この会合で、次期総督、ポール・ボーは、自らの植民地経営の理念を世界規模の政策と呼び、フランスが植民地の未来を世界規模の政策、パリティック・マンディオレイへと導いていかなければならない、とした。そして、この世界観は、 各植民地から、それぞれの土地が供出しうるものを供出できるだけ、絞り取ろうとする単純な考え方よりも、はるかに野心的である、とした。前総督ドゥメールは、後者の単純な植民地経営モデルに基づいて、常にヨーロッパ人支配地域の最大化を図った。某による政策転換は、フランス植民地の経済発展に有利に働いたが、発展の道筋から外れた。 土着の人々にはごくわずかな恵みしかもたらすことがなかった。それでもこの路線は首相デルカッセと1905年から海外圏海外領土省大臣となったエティエンヌ・クレメンテルに指示されたため、某は関連政策の立案を求めた。某はある意味でこの戦略が海外植民地を精神的に征服することになると考えていた。 植民地体制の乱用と戦うことで、土着の人々がその土地で活躍する機会を増やすことができる。現地人の雇用が促進される間に、教育網と公衆衛生が向上する。このようにして1906年に、ポール・ボーは、統治技術を学ばせるために40人の儒教、知識人をフランスに留学させる制度、インドシナの高級なる使命、ミッションパーミネンテインド地の伊勢、 を創設した。この全般的な政策は、暴走徳が革新に基づいて擁護する、共和思想を植民地にも移入しようという強い意志の表れであったが、比較的に成果に乏しいものとなった。また、この政策は、インドシナ在住のヨーロッパ人、特に多くの事業に携わる地域エリートの怒りを買った。 この改革が彼らの植民地におけるアドバンテージを脅かすものとして捉えられたためである。強固な反対派となった彼らは、パリの有力な支持者らに利益を供与することに言って、ポール・ボーを1908年9月にインドシナから追い出すことに成功した。インドシナ不妊の終了によって、ポール・ボーの政策が否定されたわけではないことは、彼が短期間の休暇を挟んで間もなく、ブルッセルに フランス代表として派遣されたことでわかる。ところが、ブルッセルでは、保守的なカトリック主義に固まった上流階級に馴染むのに苦労することとなった。一人身の世俗主義者もしくは、プロテスタントといった、ポール・ボーの人物像が障壁となって、課せられた任務に見合っただけの成果を得ることが、できなかった。ボーは、ブルッセルの大使館で3年間を過ごし、その間、 1907年に亡くなったロバンジュール、死者から提供された。